これ知ってる？デコパージュを使えばコンビニで印刷した写真を簡単にキャンバスに転写できちゃうよ。必要なものも全部ダイソーで揃っちゃう。材料はたったの300円。まずはデコパージュを全体に薄く塗ってドライヤーでしっかり乾かしていくよ。完全に乾かせたらまたデコパージュを垂らして、さっきと同じように塗った後にドライヤーで乾かしていく。この動作を全部で5回繰り返してね。ちゃんと乾いたのを確認したら余分なところはハサミでカット。入れたら今度はちょっと多めにデコパージュを出して全体へ均一に伸ばしていくよ。四隅まできちんと塗れたらダイソーで買ったキャンバスにデコパージュを塗った面を貼り付けていきます。空気を手のひらで押し出しながらしっかりキャンバスに密着させてね。その後ドライヤーで完全に乾かして水で湿らせたスポンジを用意。円を描くようにくるくるこすっていくと、こんな感じで紙がポロポロ剥がれ落ちてだんだん絵が見えてくるよ。まるで手書きみたいなあったかさ。出し終えたらドライヤーで乾かして最後に仕上げ用のデコパージュを塗れば完成。余裕があれば二度塗りしてあげるとツヤが増して綺麗に仕上がるからやってみてね。完成したのがこれ。大満足の仕上がり。